高等学校卒業程度認定試験は、高等学校を卒業していない者等の学習成果を適切に評価し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかを認定する試験。文部科学省が実施している。一般に高人と呼ばれる。前身は大学入学資格検定。国家試験の一種である。高等学校卒業程度認定試験に合格した。 場合、以下の効果が発生する。公的に高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとみなされる。大学、専門学校の入学試験の受験資格を得ることができる。就職の際、地方自治体、民間企業の一部から高等学校卒業者と同等に扱われることができる。合格者は高等学校を卒業した者と同等以上の 学力があると認められる。高等学校卒業程度認定試験合格者は、高等学校卒業とは違うが、どちらも国は、高等学校卒業の区分としている。国勢調査結果で用いる用語の解説では、最終卒業学校の欄に高等学校、卒業程度認定試験合格者とあり、高等学校卒業の区分となっている。現在では、 全日制家庭の在籍者にも受験資格が与えられるようになったことや、受験機会が年2回へと変更されたことなどにより、受験者数が毎年増加する傾向となっている。最後の大学入学資格検定が行われた平成16年度の時点では、出願者が24,960人であった。これに対して、 平成20年度に実施された公認試験においては33,264人の受験者数があり、受験者は4年間で33%の増加を見せた。高人試験の試験会場は各都道府県に一箇所ずつ設けられている。東京都など受験者の多いところでは国立大学を使用しているが、他の道府県では公立高校を使用するケースが多い。 受験者の少ない県では、県庁会議室などを会場として使用する場合もある。高人試験の回答はすべてマークシート方式で行われている。合格ラインは試験の難易度や平均点によって変動し、年度や科目によっては40%程度の正答率でも合格となることもある。履歴書の資格ラインへの記入例は、平成年月高等学校。 卒業程度認定試験合格である。高校コードは5万1000系。受験する年度末までに満16歳以上になるもの。ただし、高等学校卒業者や大学入学資格検定合格者、高等学校卒業程度認定試験合格者など、すでに大学入学資格を持っているものは除く。高等学校卒業程度認定試験では、試験を受験する。 年度中に、満16歳以上になるもので、大学入学資格を持たないものであれば、すべて受験可能になった。ただし、16歳17歳の時点で合格しても、合格証書には、18歳の誕生日になるまで、大学の受験資格がない旨の条件が復帰され、例外を除いて、満18歳になる年度まで大学に入学することは、できない。例外として、 いわゆる飛び入学という制度では、満17歳で、大学受験資格が認められる。なお現在、この特例措置は、大学を受験する場合のみ適用され、実施している大学も限定されている。例として、平成30年度の日程は、以下の通り。現在の合格に必要な科目は、以下の通りで、科目数は8から10となる。試験科目や教科ごとの必須科目は、 実施年の前々年に有効な学習指導要領に準ずる。文部科学省は公式には科目別の合格得点を公表していないが、大手予備校の分析によると難易度や平均点により合格ラインは変動し、年度や科目によっては40点前後で合格となることもある。必要な科目にすべて合格、または免除を受けることで高卒認定合格となる。 一般には、一回の受験で合格するために、必要なすべての科目を選択する。すでに一部の科目に合格している場合、その科目は次回以降免除され、改めて受け直す必要はない。一科目以上に合格し、一部科目合格となっているものが、新たに高等学校等で単位を習得したり、技能審査に合格するなどして、免除を申請することで、 筆記試験を受けずともだかに合格要件を満たす場合がある。この場合も通常の受験手続きにより免除を申請することになり、他の受験者と同様に合格発表時に通知される。次の条件に合う科目は申請すれば免除される。また、以上の科目免除を行った結果全科目が免除となる場合は、任意の1科目を受験し合格すれば、高卒認定合格となる。 視覚障害等の体上の障害がある場合、申請することによりいくつかの特例措置が取られる。主な特例措置は以下の通り、単に大学入学資格を与えるという意味では、大学入学資格検定も高等学校、卒業程度認定試験も違いはない。しかし、従来の大学入学資格検定よりも高等学校卒業者と同等以上であることを、 強調する観点から、大学入学資格検定を廃止して、高等学校卒業程度認定試験が2005年度から実施されている。高等学校卒業程度認定試験になっても、制度の本質は変わっていない。この背景には、様々な理由で高校を中退した、または中退する、恐れのある若者が、改めて専門的な知識を学びたい。 新たな技能を身につけたいと思った時の再出発を容易にとの機運が高まったことが挙げられる。従来の大学入学資格検定との違いは以下の通り。2005年6月から2007年11月までに実施された全6回分の高校卒業程度認定試験の世界史営でコンピュータのプログラム不備による採点ミスがあり。 本来大学入学資格が得られるはずの合計80人を不合格にしていたことが判明した。文部科学省はこの80人を判明した分から新たに追加合格とし、追加合格者に対し、すでに締め切られた大学入試センター試験受験の意思を急遽電話で聞くなどの特例を実施し、2008年度の大学入試を受験できるよう関係機関に協力を求めた。 ありがとうございます。